京島原の吉野太夫、江戸吉原の高尾太夫とともに、寛永の三名器として今に伝わる夕霧太夫。前回は大阪下寺町にある上国寺で毎年行われている夕霧太夫行列と法要の始まりについて、上国寺の吉川住職にお話を伺いました。夕霧太夫行列では、吉川住職が話されているように、檀家の方をはじめ、上町を中心に活動されている NPO 法人、町住まいづくりの皆さん、下寺町のお寺など、地域の方だけでなく、数多くの方が携わっておられます。下寺町の新しい側面やお寺の持つエピソードがクローズアップされたりすることが、町づくりの原動力になっていると思われます。こうした町の新たな魅力づくり、魅力の見直しを支えておられる NPO 法人町住まいづくりの代表竹村五郎さんに、祭りづくりや町づくりについてお伺いしました。夕霧太夫行列を始められた時に特に大切にされたことは何でしょうか。やっぱりそのここにお墓があるっていうのは、やっぱり生きてきた、生きてはった存在やから、それが尊重して、単にそのパレードにならないように、あくまでも法要行列という格式を保ちたいというだけなんです。下寺町の発展については、今後どのようなことをお考えでしょうか。下寺町のこの23カ寺、非常に仲がいいんですよ、お寺さん同士。だから一緒に何かやろうという機運が出てきた。それを手伝おうということと、それと、見てもらったら、崖があって、ものすごい歴史が残ってるんで、そういう自然を大事にしていくような、そういうイベントにしていきたいという。夕霧太夫に関わったさまざまな人に参列してもらおうということで、行列には太夫さんを育てた旦那衆が加わりました。2021年、高原と改めて500年になるという高原さんは、お墓が上国寺さんにある檀家の一人、旦那衆として参加された第28代になる高原守蔵さんにお話を伺いました。お祭りへの思いを教えてください。旦那役としてね、はい、歩かせていただいて、はい、まあまあ嬉しいもんですね。350年の前のね、ところから、まあずっと続くような祭りであったら、まあまあ本当に素晴らしいなと思うんで、まあ、今後ともずっと続けていけたらね、いいなと思いますね。でここは夕霧太夫のお墓があるということで、非常に、ね、由緒あるお寺ですからね、またこの行列っていうのは名物にしていけたらいいですよね、この町もね。上国寺さんでは夕霧太夫をイメージした夕霧香も販売されています。作られているのは同じ下寺町でお香の販売をされている森川商店さん。夕霧香をどのようにイメージされたのかをお伺いしました。下寺町でお香屋をさらしていただいている森川商店の森川です。まあ、華やかっていうかね、それこそその時代の、はい、やっぱりすごく有名な方なんで、まあ、すごく華やかな香りを作るっていうのだけしかちょっとイメージ的にはなかったんですけど、はい、それこそまあお香の中で古典的な香りをメインに、まあ、それに今お花のジャスミンの香りをプラスしたりとか、まあ、いろんなお花の香りをプラスして作らせていただいてるんですけど、はい、夕霧太夫行列では太夫や神室、神蔵といった女性たちの装束、またかんざし、履物、傘などのお道具、
そして仕草や歩き方など行列を演出するためには多くの資料や知識が必要です。これらをすべて引き受け、花街の文化や歴史を現代に蘇らせているのが正蔵寺かなえさん。現在、着物塾神楽を主催されている正蔵寺さんに行列ができるまでをお聞きしました。夕霧太夫行列への思いと、今後どのようなことを伝えたいとお考えでしょうか。亡くなった時はなんか大阪中の旦那衆が皆さん泣いたって言われるぐらいね、大阪の庶民に愛された太夫さんだったんやなっていうことと、やっぱり夕霧さんが夕霧さんとして愛されたのはこの大阪の地やなって、大阪の人たちが夕霧さんを受け入れて育てはったんやなっていう思いから、やっぱり長い歴史の文化の中でね、誇れる人なんじゃないかなっていうのがあります。太夫さんぐらいになる方 の, これは仕掛けっていうんですけれどもね、頭のかんざしから衣装の打ち掛けとか帯です、それから下駄に至るまで全部ね、当時ですね、昔の職人さんたちがもう手仕事で一つ一つ手掛けられた、本当にもう伝統的な工芸品、もうこれは世界に誇れる日本人独特の高い技術を持った工芸品の結集なんやって。でだからそういうのも日本にはそれがあるっていうことも合わせて紹介させていただきたいなっていう思いもあります。いろんな歴史の陰に隠れて忘れ去ってしまわれているたくさんの悲しい女性たち、はい、そういった人たちを、ねぎらうって変な言い方ですけども、やっぱり、はい、そういう人たちもいたんだっていうことをね、やっぱり今の人たちには知ってもらいたいなっていう思いはすごくありますね。はい、この辺の文化ってもっと再認識する意味ではいい機会やなというのは根底にあって、単にその面白そうなイベントやからっていうだけじゃなしに、これは定着してくれたらいいよなっていうのは、250回忌、350回忌とお勤めになられた方が、お勤めくださったのはお寺がしたんじゃないんですよね。そういう方がいらっしゃったんですよ。つまり大きい屋さんであったり、まあ、それこそ吉野屋さんの、まあ、末裔の方であったり、この方が寄進というんですかな、そういうふうにさせてくださったというのも一つ忘れてはいけないことだろうと思います。お寺が常に有名な方だからさせてもらったとお勤めしたと追善保養したんじゃないんですね。やっぱりその地域の方であったり、このゆかりの方が直接、まあ、名刺がなくてもその方々は勤めてくださったんだということがあって、今に残っている文物があるわけですから、そういうものを紹介させていただくということも、まあ、埋もれさせないためにはいいのではないかというふうに私は思うんですけど。夕霧太夫にゆかりのある子孫や町衆によって営まれてきた法要は250回忌をもって途絶えました。しかし時代を経て、上国寺を支える檀家の皆さんや町づくりの団体、近隣の寺院や地域の方々の尽力もあり、新たな装いをもって再興することとなりました。夕霧太夫という名を借りたイベントではなく、お墓があり250年にわたって法要が行われてきたという事実、亡くなったことを偲んで歌舞伎や文学、落語などの題材として今に伝わっていること、また本人の手による文や使っていた衣装などが残されていること、そうした実態があるからこそ当時の文化や歴史を今に伝えるとともに、地域のコミュニティを育む力となり得るのだと思います。